まあ、立花隆一人放送局株式会社の中で寄付を募っているのは、ね、募って、こう、あだこで言ってるのは、まずいからです。これ誰がまずいかって言ったら、立花隆がまずいんじゃなくて、大津彩香さんがまずいんですよ。これ、踏み絵なんですよね。これ、踏み絵。西村博之氏が立花隆との討論から逃げる理由と立花隆にお金くださいっていう動画を、私が解説した動画が、なんだっけかな。はじめまして、大津彩香です。こちらの動画は拝見させていただきました。お話伺えたら嬉しく思いますって言ってるのね。大津彩香さん、国際政党の代表者が、まあ代表者を装った、アカウントだと思いますけど、最終的にそういう言い訳してくると思いますけど、大津彩香でございませんっていう言い訳してくると思うんだけど、私知りません。こんな人知りません。こんなキモい、キショい男知りませんっていうふうに逃げてくると思うんだけど、ね。こういう、味噌とクソ、ね。味噌とクソをちゃんと分別し始めたという、要は、これが証拠になるんですよ。裁判上の証拠になるんですよ。ちょっと待ってね。これ、だからこの大津彩香が今まで大、ポストでやってたやつは、大津彩香知りませんっていうふうに逃げると思うんだよ。最終的に。皆さん信じられます？信じられます？まあ、それで何言ってるかというと、視聴料の件を説明してるんですよ。立花隆はこの動画で。ね。で、その視聴料の件を説明する1年前に私は告発してるんです。ここ釘打ってるの。A 社と B 社。で、その B 社っていうのは立花隆一人放送局。で、今回その同時にやった、同時の書面に入れた、A 社の視聴料が、ね、別件の民事裁判で、追徴課税で、70万かな、消費税なんかにプラスに70万プラスして納めましたよ。それはなぜなら売り上げとして処理してるから。これね。という税務処理をやってるという民事裁判の資料が出てきた。裁判上の資料ね。これは最終的にどうなるかわかんないけど、おそらくやってるんです。なぜかって言ったら、この A 社の人っていうのはバーチャルオフィスを転々として、その今民事裁判で訴えられてる人からもう逃げまくってたの。で、ようやく探し出したの、これ。ね、弁護士とかで、ショックと探して、いないなっつって、ようやく探し出したの。バーチャルオフィス、京都かどっかのね。で、ようやく探し出して、その税務処理とかそういうのを調べていったところ、ね、そういう処理をしていたというのが裁判処理に出てくる。要は、視聴料を事業所の売り上げとして、税務処理してた。その瞬間に 99% 特商法違反になっちゃう。そのやり方が視聴料だから。だから、商法に準じた取引をしてないからね。まあ、下手すりゃこれ詐欺になります。詐欺になるんです。ね。それと同じことをやってる立花隆一人放送局株式会社は、ね、事業でやってるっつってんの。だから、税務処理も同じ A 社と同じ事業処理をしている可能性があるわけ。ね。で、これ違いますと。売り上げに上げてませんと。事業上の寄付ですってやってたら、ね、政権放送使ってるから。ね。ガーシーとかで政権放送使ってるでしょ。ね。で、政権放送は我々の、税金で負担されたもので、作られたものを24時間垂れ流しながら、それで事業上の収益、要は事業上の寄付を受け取っていたとするならば、それは政治資金規正法を馬鹿にした行為ですねって何回も動画やってきたと思うけど、ね、これなぜ今、立花隆がその寄付の動画を上げ始めたかっていうと、それ立花隆一人放送局だけだったらいいんだけど、ね、立花隆一人放送局株式会社なんで、大橋正信とか、ね、その立花隆一人放送局の株主とか、立花隆一人放送局と取引ある関連のステークスホルダーとかに全部影響するわけ。で、そしてまずいのは、それを大津彩香が知ってるということ。これ大津彩香がやってなくても、もう大津彩香ですって来ちゃってるから、来ちゃってるでしょ ?2011 年の5月、11日に来ちゃってるでしょ。ね、はじめまして、大津彩香です。こちらの動画を拝見させたらいただき、嬉しく思います、みたいな。いただきましたら、伺えたら嬉しく思います、ってだから言ってるんですよ。ね。で、この話してもわからないでしょ？弁護士さんが言ってきたら、告発している内容も、その税務処理をどうやってるかとかも、非常に重要になってきますよ。ね。だから要はスケルトン派なんでしょ？大津彩香がスケルトン派だったら、ね、これは不正とかじゃなくて、もう違法行為。で、この違法行為を逃れるための言い訳をこういうふうにしてきたらば、こっちの方でアウトになるという詰め将棋をやってってるっていうことを、匂わしたやつなの。で、それに対して死因となったということは、この大津彩香のアカウントを装った立花隆だったということじゃないかなと思ってるわけ。最初はね、堀江貴文とかじゃないかなと思ってたわけ。大津彩香のアカウントを装った堀江貴文とか、そういう人じゃないかなと思ってたんだけど、去年の10月のね、これ、
あの、私の動画ずっと見てきてる人だったらわかるけど、あ、これによって立花隆でしたねっていうのがあるから、そういうことになります。だから大津さんのアイコンを使った立花隆と私はやり取りしていたかもしれない。皆さんが大津さんの声明だと思ってやっていたやつすべてね、すべては立花隆の、声明なのかもしれない。はっきりはしてないけどね。ね、その証拠に、ね、これって徹底的に立花隆一人補足株式会社を告発できる内容なんですよ。ね、告発できる内容。なぜ一般国民にやらせるんですか、これ。立花隆の視聴料のやつをなんで一般国民には私に4年間も追わせてやらせてるんですかね、わかりますか。総務省なんでこの視聴料のことを言わないんですかね。これ A 社行きますよ、これ A 社行くよ、かなり大きい A 社の経営者かなり有名ですからね。 A 社の経営者かなり有名ですからね。ね、彼これかなり言ったらね、下手すら国会とかでも出てくる可能性あるから ね、 ね、政治資金規正法変えるんでしょ今。政治資金規正法何とでも逃れるから、これ視聴率の人が法人立ち上げて視聴率だと何とでも逃れるんだ、ね、はい、以上です。